今回のドリフェスで実装された新フェス源の山吹さあやちゃんなんですけれども、この山吹さあやちゃんがあるものを壊しました。それがフェス源の法則ですね。それが何かというとタイプの法則になっていて、これまではですね、一つのバンドに対してフェス弦は全4種類のタイプでそれぞれ登場していたんですね。しかし今回実装されたポッピンパーティーの新フェス弦はですね、ピュアタイプ以外の3タイプだけの実装になったんです。本来であればポッピンパーティー最後の新フェス弦だった山吹さあやちゃんがピュアタイプで実装するだろうと予想されていたんですが、実際のところはクールタイプでした。つまり今後実装される新フェス弦のタイプは全タイプでなくなるかもしれない可能性があるんですね。ただこの法則実はですね、すでにちょっと怪しくしていた存在がありまして、それがキラフェス限定なんですね。まあキラフェスはですね、確かにドリフェスではないんですけれども、同じフェス限であり、スコアアップ率も今 125% と新フェス限と同率で、しかも理論値に入ってくるメンバーになります。イラスト面や名前は違えど同じフェス限であることには変わりありません。今のところ新旧キラフェス限定が全て実装されている富山かすみちゃんを見ると、この3種類のフェス限はタイプが全く被っていません。まあフェス限の種類が増えたというところもあるんでしょうけれども、このキラフェス限定ももしフェス限の法則に含まれるのであれば、新旧で見ずにキャラ全体で見る法則に変わっているのかもしれないです。来年は3週目のドリフェス限定が登場すると予想されています。つまり1人に対して4種類目のフェス限が実装されてくるということです。そこで富山かすみちゃんであるならば、まだ実装されていないパワフルタイプが実装されてくるかもしれません。まだ山吹さあやちゃんはキラフェス限定も出ていませんので、3週目またはキラフェス限定で、どちらかがピュアタイプ、そしてまたどちらかがハッピータイプになるのではないかと予想しています。今のところフェス弦イコール理論値は続いていますので、その可能性が高いのではないかと考えています。